は、しのもこです。今日は材料4つで作れるレアチーズケーキの作り方をご紹介します。ゼラチンを使わずに生クリームも泡立てることなく、とっても簡単に作れるので、ぜひ試してみてください。それでは早速作っていきましょう。
ただきます。うん、すごい美味しい。なんだろう、なんだろう、これ美味しい。なんか爽やか。やっぱりしてるというか、美味しい。